ではですね、まずアンプと CD なんですけれども、アンプは、エアボーの PM15S2 マスターで25万円のものです。で、CD プレイヤーも、SA15S2 マスターで、これも25万円のものです。この、25万円、25万円の CD プレイヤーとプリメインアンプを使いまして、スピーカーは DMC の PB1i、これはちょうどペアで98万円ですね。まあ、約アンプ CD の2倍ぐらいのものですね。で、上に載せていますのが、エアボーンの波動ツイッター CLT3、これが13万8000円ペアです。で、後ほどつなぐサブウーハーは、オーディオプロの B2.27MAX、これは6万3000円で販売しているサブウーハーです。じゃあまずサブウーハーもツイッターも使わない素の状態で、この PB1i を鳴らしてみようと思います。おかけするのは、オリータ・アダムスっていうボーカルで、ニューヨーク・ステート・オブ・マインドっていう曲です。次にですね、この上に乗ってるツイーターをつないで、同じ曲をかけてみようと思います。で、このツイーターなんですけど、これは波動ツイーターっていう特殊なツイーターで、これはエアボーンのオリジナルのものなんですけれども、カーボンのパネルをシンバルのように高速で振動させることによって、普通 の, スピーカーでは出ない高音ではなくてね、立ち上がりのアタックの部分を、きちんと出してあげるために作ったスピーカーで、使ったことによって高音の切れ味が増すのと同時に音に芯が出ます。あと低音がちょっと今膨らんでたような感じがあったと思うんですけど、その辺もしっかりと引き締まってくると思います。じゃあもうこれで鳴らしてみようと思います。で、次にですね、サブウーハーを入れてみようと思います。
かがでしょう。ツイーターを入れるとですね、高音が伸びるんではなくて音に芯が出て、あと聞こえなかったこう微妙なニュアンスみたいなもの、あとはトランペットの音とか、あとオリー・ダダムスの声のパワフルな感じとかがしっかり出るようになったんじゃないかなと思います。あとサブウーハーはですね、ちょっとこの部屋が大きいので少しブームになるような感じもあるんですけど、サブウーハー入れるとこは広がりと響きの豊かさが出てくるっていうふうに思います。次にですね、このApex 2っていうイコライザーがどのような働きをするのかっていうのをご体験いただこうと思います。